そうです、おめでとうございます。ありがとうございます。まだすやすやと寝ているだけですけど、ずっと見ているだけで幸せいっぱいを感じております。ということで、親子ハッピーラジオを聞いていろんなことを勉強しなきゃといただきました。あ、本当ですか。私たちもね、普段皆さんからのエピソードを聞いてね、うん、私たちの子育てに役立ててるんですよ。そうなんです、本当にね。特に小川さんとかね、あの娘さん息子さんが小さい頃思い出したりとかね。思い出したりとかありますよ、うん、ね。ハゲタカのヒデちゃんと3人の孫ちゃん笑いさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。めぐみひめちゃん、おかえりなさい。どうも。あたいもインフルエンザにかかり大変だった、ダーリンク。お孫さんたちに会えなかったり、ダーリンク気をつけて頑張ってもらいたい、ダーリンクって書いてあります。そうでした ね、うん、お孫さんとなかなか会えなかった、映していけないからね、おじいちゃんね、うん、寂しかったでしょう、ね、そういうご家庭もだから、週に1回会うのを楽しみにされてるご家庭とかって、今週かかると2週間、うん。